やっぱり人間が一番恐ろしい。いつも通り学校が終わってバスに乗った。疲れていたから席に座れたらいいなと思っていたら、その日乗ったバスはガラガラ。ラッキーと思い後ろの方の二人掛けの席に座った。音楽を聴きながら外を眺めていた。何度かバス停に止まって人がちらほら乗ってきたが相変わらず席は空いていた。見てます。怖え。席が鬼神だと思ったら女性が隣に座っていて赤ん坊を抱いていた。席空いてるのにわざわざ隣に、って思ったが、深く考えずにまた外に目線を移した。しばらくバスが走っている時にふと音楽以外に何か聞こえた。最初は気のせいだと思っていたが視線を感じた。ああ、隣の女性が話しかけているんだろうなと思い、視線を移した時に俺はゾッとした。赤ん坊だと思っていたのは人形だった。それも大事に大事に赤ん坊にするようなことをしてきたのか薄汚れていた。その赤ん坊を俺の方に向けていた。女性の方に目をやるとニヤニヤした顔で俺を見て何かブツブツ言っていた。さっきから感じていた視線はこの親子のものだった。俺は何か言っている言葉を遮るようにウォークマンの音量を上げた。一体この女性はどうしたいのか、なぜこんなことをするかで頭がいっぱいだった。それからもずっと視線を向けられていた。人形の見開いた目が自分を見ていると考えると耐えられなかった。我慢しているうちに俺が降りるバス停に着いた。助かったと思い、降車ボタンを押して女性に降りますと言い席を立った。俺はバスから降りてほっとして、なんてことにはならなかった。女性がものすごい勢いで降りてきた。やべえな。俺はその場から全力で走り去った。いつも降りるバス停、地元であんな人は見たことがなかった。誰なんだ？なぜついてくるのか？そんな思いの中家へ向かった。家へ向かう途中にこのまま家に帰って家がバレるのはまずいと思い、近所の隠れられそうな場所を探して身を潜めた。ホラーじゃねえか。怖え。怖いけど続きが読みたい。10分くらい身を潜めていたが、さすがにもう平気だろと思い家に着いた。ここで安心してしまったのがミスだった。俺が玄関のドアを開けるときに少し離れた場所で親子は俺を見ていた。マジかよ。こんなこと今まで一度もなかったから頭が真っ白になった。ドアを急いで閉めて鍵をかけて、チェーンをしっかりした。その日は布団にくるまって震えながら眠りに落ちた。嫌な予感。親は？その日はいなかったよ。共働きで家に帰らないとか多くてさ。もっとクレームとかいう決まるがいかと思ったらそれ以上だった。朝目が覚めて、風呂にも入らずに寝たから学校に行く前にシャワーを浴びた。目が覚めて昨日のことを鮮明に思い出したが、学校を休むわけにはいかないので準備した。恐る恐る家を出たが何もなかったが、昨日の油断が招いたことを思い出し周りを気にしてバス停まで行った。気を張っていたが何もなく学校に着いた。学校で昨日の出来事を友達に相談したらみんなビビっていた。だが、最終的に作り話とからかわれて俺は腑に落ちなかった。そうこうしているうちに学校は終わり、また家に帰るためにバス停に向かった。バスに乗り込み二度とあんな目に遭わないために一人がけの席に座った。まさか実は？やめてくれよ。面白い。ごくり。しかし昨日の親子はバスに乗ってこなかった。俺は昨日はたまたまバスに乗っていて悪質な嫌がらせにあったのだと思った。そして降りるバス停に着きバスを降りた。嫌な、予感。バス停に降りて歩き出した時、俺は再びゾッとした。あのニヤニヤした顔と、目を見開いた赤ん坊が俺の帰りを待つかのようにこっちを見ていた。うわぁ。その時に昨日必死に遮っていた言葉だろうと思える声が聞こえた。ほらパパが帰ってきたよ。嘘だと言ってくれ。あー。これは決まるがいだわ。あばば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 。本当に涙が出そうになった。足が震えた。少しずつ近づいてくる親子。ここで逃げ出さなきゃやばい。本能的に体が動いた。その親子の横を走り抜けた。もう家にまっすぐ、ただひたすら走った。家には親が今日もいない。それでも外よりは安全だと思い家へ向かった。家へ着き急いで鍵をかけた。もちろんチェーンもかけた。もうそれ以上何もできない。震えるしかできない。俺はトイレに閉じこもっていた。友達に、またあいつがいた。と連絡をした。
返事が返ってくるのを待っていると家の呼び鈴が鳴った。もう死ぬのを覚悟していた。ダメだ、助からない。そう思っていると携帯が鳴った。友達からだった。もしもし、俺だけどさ家にいる？呼び鈴鳴らしても出ないからやっぱいない？どうやら呼び鈴を鳴らしたのは地元の友達だった。昨日起きたことを違う学校に通っていた地元の友達にも相談していた。友達を家にあげた。何泣きそうな顔してんだよ。と笑われた。友達は俺を心配して家に来てくれたようだ。俺はさっきやったことを話した。友達から笑顔が一瞬消えたが。俺がいるから平気だろ。と笑っていた。俺はその笑顔で少し落ち着きを取り戻して、二人でベランダにタバコを吸いに行った。ベランダで出会ってしまうのか。ベランダ行っちゃうか。イッチは何歳？今年21。高校生かと思ってたわ。納得。アパートか。一軒家。ベランダからは玄関側の通りを見ることができるんだが、親子の姿はなくタバコを吸いながら談笑していた。半分くらい吸い終わったところで、通りから声がした。子供が生まれたらタバコ吸わない約束でしょ。おお。俺と友達は凍りついた。女性はまだ何かを言っているようだが、俺は気が遠のいていく感じがして声が聞き取れなかった。だがそんな俺の隣で友達が女性に言った。あの、誰かと勘違いしてませんか？正直迷惑なんですよ。俺はその声でハッとした。その瞬間みるみるうちに女性の顔が歪んでいった。お前誰だよ。私たち家族の問題に入ってくんな。そこからものすごい汚い言葉を叫び続けていた。文章読んでてビクッとするのは久しぶり。釣りって言ってくれ。俺は友達に大丈夫かと聞いたら。ああいう奴にははっきり言った方がいい。それにあいつは頭おかしいからな。と言った。そして女性に。警察呼びますよ。と言うと女性は。お前覚えとけよ。と言い捨てその場から去って行った。これは友達が死んだな。友達グッジョブ。怖し。俺は友達にお礼を言ったが、友達の身の安全が心配で仕方なかった。しかし、俺は平気だよ。それより今日は泊まるよ心配だし。と笑っていた。俺は今まで耐えていたが泣いてしまった。友達大丈夫かよ。泣いちゃうイッチかわいい。友達に、一応は親にも伝えておけ、巻き込まれるかもしれないから。と言われ携帯に連絡を入れた。その夜は友達と酒を飲みながら他愛もない話をして過ごした。そしていつの間にか寝ていた。目が覚めたら昼過ぎだった。俺も友達も学校は休みだったから気分転換に出かけようということになって、準備をして家を出た。ポストに嫌がらせとかはなく安心した。友達と地元をブラブラした。本当は遠出しようと友達に言われたが、お互い免許は持っているが車を親が使っていて車もないし、駅に行くのにバスに乗らなきゃいけないが俺はバスに乗りたくなかったから、地元ということになった。そりゃまあ乗りたくないわな。バスに乗ることよりも女がいる地元に留まることの方が怖くない？友達もやはり地元であの親子を見たことは今までないとのことだった。だとしたら、わざわざここまで来ているのかと思って落ち込んだ。そして、夜になり公園のベンチで座りながら思い出話をしていた。やばい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 。嫌な予感しかしない。俺も。今日一日視線も感じなかったし、久しぶりに楽しい一日になるはずだった。急に友達が、公園の入り口を見てみろ。と言った。まさか、と思い見たが何もなかった。友達は、勘違いだった。と言った。しかし、あの人形怖かったな。ポポちゃん人形ですら怖くなっちまうよ。と言った。俺は、そうだな、と言いかけた時に石が飛んできた。なんだ？と思ったと同時に。お前はまた邪魔をするのか。暗闇でも憎しみでいっぱいの顔が見えた気がした。そして、目を見開いた赤ん坊も。エンカウントを。友達の勘違いではなかった。親子は公園に来ていたのだ。俺の頭はなんで？いつから？という考えが浮かんだと同時に、地元で遊んだ後悔と恐怖でいっぱいになった。ものすごい勢いでこちらへ向かってきた。俺と友人は声を上げて逃げ出した。後ろからは。待て。
という声を上げていた。俺はあまりの出来事で逆に冷静になって、待てと言われて待つ奴はいないと思った。確かに。化け物の話より怖いな。さすがに赤ん坊を抱えて走っているからか、俺たちとの距離は簡単に離れた。俺たちはもういいだろうというところまで来て、緊張が解けたのか大笑いした。いや警察呼ぶだろ普通。イッチが人形のことを赤ん坊だと知覚し始めているけん。ウケる。イッチはもう手遅れだったか。今では私の大切な家族です、とかやめろよ。あいつマジでヤバすぎるだろ、と俺たちは笑っていた。一通り笑った後に警察に相談するかとなった。しかし、証拠もないし警察が動いてくれるのかわからなかった。そこで俺たちは考えた。普通に警察にストーカーに会っていると言っても民事不介入とかいうので取り合ってくれないだろう。だから家直接被害を加えてきた時に、警察を呼ぶか証拠を手に入れようということになった。とりあえず家に帰るかということになった。バラバラに帰っても怖いということで友達はまた俺の家に泊まることになった。帰り道にまた出くわしたらヤバいなという話をしていたが、計画を立てたテンションでそこまで怖くなかった。家の前で待ってるパターン。結局、親子には会わずに家までたどり着いた。だが玄関を狂ったように叩いている女性がいた。こ、ええー。ひえ。俺の母さんだった。何やってるの？と聞くと、メールを見て俺を驚かせようとしていたが、家にいなかったのかとふてくされていた。ふてくされてんじゃねえよ。母ちゃん系はいすぎ。母ちゃん元気だな。お母様素敵。そんなことをしていたが俺のことを心配してくれていた。共働きでなかなか家にいないから、大変な時についていてあげられなくてごめんとのことだった。しかし、貧乏な家庭環境の中で両親は俺を学校に通わせるために働いてくれているし、明るい二人を責める気は全くなかった。むしろ、心配かけて申し訳なかった。友達は、相変わらずおばさん面白いな。と笑っていた。そしてこの日の夜は何も起きなかった。朝起きると母さんはもう仕事に出かけていた。テーブルの上には俺と友達の分のオムライスが置いてあった。ケチャップが足りなかったようでピザソースがかかっていた。この日友達は家に一度帰った。夕方にまた来るということだった。俺は学校に行った。バス停に行くのもバスに乗るのも怖かった。相変わらず駅には出くわすことはなかった。学校の友達にはこの話はしても面白半分にされるだけと思ったから言わなかった。そして帰る時間が来た。バス停にたどり着いた。バスに乗って一人がけの席に座った。バスに乗ってる間は生きている心地がしなかった。相変わらずバスに人は少なかった。目を閉じてひたすら早くそして何事もなくついてくれと念じた。情報を遮断したらあかんやろ。そういう時は運転席のそばに座らないと。しばらく経つと座ってる席の通路側に人が立ってる気配がした。俺は冷や汗が止まらなかった。あのニヤニヤ顔の女性が、目を閉じることのない赤ん坊を抱えて見下ろすように立っていた。親子は席が空いているのにもかかわらず、ずっと俺の隣で立ち続け相変わらず何かをつぶやいていた。俺は音量を上げて、言葉を遮ったが一度聞いたあの言葉は脳に直接聞こえてきた。友達に、バスにあいつがいる、助けて、とメールをした。友達もかわいそうになってきた。さすがの友も無理でしょ。降車するバス停について押しのけるようにバスを降りて、全力でダッシュした。親子も当然のように追いかけてくる。おい、クソババア。友達の声が聞こえた。おい、クソババアはロタ。友達かっけえ。友達が駆けつけてくれた。友達は親子に挑発をしまくった。女性は何を言ってるかわからないが発狂しながら追いかけてきた。友達は、おい、行くぞ。と俺の家の方へ向かった。しかし、友達は全力で逃げるというよりは挑発をしてはある程度近づいては逃げて、また挑発を繰り返していた。俺はいいから早く逃げるぞと言ったが、友達は、いいから、と言った。そうこうしながら家へたどり着いた。いつもの女性なら家には何もしてこないが、今日はかなり怒っているから家のドアを叩きながら発狂していた。壊す。やべえよ。友達は、よし、警察呼ぶぞ。と言っていた。俺はすぐに警察に電話をした。
友達はその間もドア越しに挑発を繰り返していた。電話をしてからしばらくすると、警察が来た。友達は作戦通りと笑っていた。仮に警察が来る前にいなくなっても玄関の脇にビデオカメラを置いといたらしく、証拠もバッチリと言っていたが電池が切れて全く意味がなかった。女性が警察に連れて行かれてから色々と分かった。女性は昔子供を亡くしていて、旦那にも捨てられて精神を病んでしまっていて人形を赤ん坊と信じ込んでいるらしい。俺はどこの漫画とかドラマの世界だよと思った。そして俺につきまとった理由は、たまたま乗り込んだバスで、元旦那に俺が似ているとのことだった。それからは女性の親が謝りに来たりして、いろいろと慌ただしかった。俺が人形を赤ん坊と言っていたのは女性の話を聞いたからだ。結局、女性のことも二度と近づかないならどうにでもしてくれと言って終わった。どうなったかは知らない。一致もともも無事でよかった。おつ、怖かった。友達がどうしてこんなに一生懸命になってくれたのかは、昔の恩返しと言っていたが俺の記憶にはない。かっこつけなのか。だが本当に助けられた。友達に何かあったら今度は次はイッチが助ける番だな。友達ってこういうもんなんだよな。本当にありがたい。これで話は終わり。亀スレで悪かったな。思い出してたり、フェイクをどうするか悩んでたり映画見てたら遅くなった。ともかっけえ。友達は普段はおちゃらけたやつだがな。いいやつなのは間違いない。その女がこのスレ見てたりしてな。これからのイッチ無事を祈る。ありがとう。質問ないならもう寝る。お前らも変な人には会わないといいな。おつ、お前も家族も友達も怪我なくてよかったな。おやすみ。怖え。無事でよかったな。怖すぎたわ。よく考えたら怖い怖いって言っても俺ニートだから外でねえわ。